江戸川乱歩、大金海。小学校六年生の宮瀬藤尾君は、たった一人、広いお家に留守番をしていました。宮瀬君のお家は、東京の西北の外れにあたる、荻窪の寂しい丘の上に建っていました。このお家は、藤尾君のおじさんが建てられたのですが、そのおじさんが亡くなって、 おばさんも子供もなかったものですから、藤尾君のお父様のものとなり、一年ほど前から藤尾君一家がそこに住んでいたのでした。このお家を建てたおじさんというのは、ひどく風変わりな人で、一生お嫁さんももらわないで過ごし、その上、人付き合いもあまりしないで、自分で建てた大きな家に閉じこもって、骨董いじりばかりして暮らしていたのですが、このお家も、 そのおじさんが建てただけあって、いかにも風変わりな古めかしい建て方でした。全体で十二万ほどの二階建てコンクリート作りの洋館なのですが、赤瓦の屋根の形が妙な格好に入り組んでいて、まるでお城かなんかのような感じでしたし、その屋根の上に今時珍しい石炭を焚く暖炉の死活な煙突がニューッと突き出ていて、 お家の格好を一層奇妙に見せているのでした。お家の中も妙な間取りになっていて、廊下が嫌に曲がりくねっているような建て方でしたが、この部屋部屋の飾り付けは、さすがに骨董好きのおじさんが選ばれただけあって、皆美術的な立派なものばかりでした。中にも開花にある広い客間なんかは、まるで美術陳列室と言ってもいいくらい。 高価な美しい品物でいっぱいになっていました。壁にかかっている西洋の名画、外国からわざわざ取り寄せた名人のこしらえた椅子やテーブル、彫り物の美しい飾り棚、ペルシャ製の絨毯など、こりに凝ったとびきり高価なものばかりでした。宮瀬藤尾く君は、その立派なお家の寝室で、今ベッドに入ったばかりのところなのです。お父様は会社の御用で、 どうしても一晩家を留守にされねばならなかったものですから、藤尾君は広いお家に一人で留守番をしていたのです。もっとも、諸生や女中たちが遠くの部屋にいることはいたのですが、それは皆雇い人なのですから、お父様がいられた時のように心丈夫ではありません。では、お母様はと言いますと、その優しいお母様は、四年ほど前に亡くなられて、 今では宮瀬家の家族はお父様と藤尾君のただ二人だけなのでした。春の夜も更けてベッドの枕元の置き時計はもう十時を過ぎていました。藤尾君はいつもならばもうとっくに眠っている時刻なのに、今夜はどうしたわけか妙に寝つかれないのです。寒くもないのになんだか背中がゾクゾクするようで、 寂しくて怖くて仕方がないのです。六年生にもなっていてこんな臆病なことではダメだと。いくら元気を出そうとしても、なぜかすぐに気がくじけて、ビクビクしながら窓の外の物音に耳を澄ますというありさまです。ベッドに入る前に本を読んだのがいけなかったのです。それは恐ろしい盗賊の出てくる西洋の物語だったのですが、 差し絵にあった盗賊のものすごい姿が忘れようとしても忘れられないのです。今にもその恐ろしい賊があの窓から忍び込んでくるのじゃないかしらと考えるともう怖くて怖くて仕方がありません。窓には熱いより物ののカーテンが締め切ってあって、外を見ることはできませんが、そのカーテンの向こうのガラス窓の外は広い庭になっていて、大きな木がこんもりと茂っているのです。 もしかしたら、その木の下を怪しげな黒い影が忍び足でこちらに近寄っているのじゃないだろうか。藤尾君はそんなことまで考えて毛布の中で身を縮めているのでした。広いお家の中は空き家のようにシーンと静まり返っています。ただ、枕元の置き時計の秒を刻む音がコチ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 鳴っているばかりです。それをじーっと聞いていますと、 妙な節をつけて、誰かが物を言っているように感じられ、時計の音さえ気味悪くなってくるのです。藤尾君はどうかして眠ろうと目を固く閉じてみました。でも、いくら目を閉じても心は眠らないのですから、いろいろな考えが浮かんでいきます。ああ、そうだ。あの本のお話には、賊の恐ろしい手紙が締め切った部屋の中へどこからともなく舞い込んでくるところがあったっけ お話の中のお嬢さんもやっぱり僕みたいにベッドに寝ていたんだ。すると、ちょうどその顔のあたりへ、ひらひらと白い髪が落ちてきたんだ。そう考えますと、藤尾君は、今自分の顔の上にも同じようなことが起こっているのではあるまいかと、ぞーっとしました。気のせいか、天井の方から何かひらひらと舞い降りてくるような、空気のかすかな動きが感じられます。バカな、そんなバカなことがあるもんか。 藤尾君は自分の臆病を笑ってやりたいような気持ちになってパッと目を開きました。そして、ほら、どうだ、何も押してきやしないじゃないか、と自分自身に言い聞かせてやろうと思ったのです。ところが、そうして目を開いて天井の方を見上げた刹那、藤尾君はあまりの恐ろしさに、あっと叫びそうになりました。ご覧なさい。本のお話に書いてあった通りのことが、 今目の前に起こっているのです。天井から寝ている藤尾くんの顔の上ひらひらと一枚の白い紙が舞い降りてくるのです。藤尾くんは夢ではないかと思いました。心の中で思っていたことがそっくりそのまま実際に起こるなんて、こんな不思議な気味の悪いことがあるものでしょうか。しかし、夢でも幻でもありません。白い髪はかすかな風を起こして、スーっと と顔の上を通り過ぎたかと思うと、ベッドの毛布の上にふわっと落ちたのです。藤尾くんは、しばらくの間は身をすくめて、じっとその髪を見つめていましたが、気味が悪ければ悪いほど、それがどういう髪だか確かめてみないでは安心ができません。もしや、お話のように、恐ろしい族の脅迫状ではあるまいか、と考えますと、もう体中がじっとりと冷たく汗ばんできて、 怖くて仕方がないのですが、でも、改めて見なければ、なお気持ちが悪いものですから、思い切って毛布の中から手を伸ばして、その紙を取って枕元の卓上電灯の光にかざしてみました。すると、その紙には字が書いてあることがわかりました。鉛筆でなんだか書いてあるのです。藤尾君は読みたくないと思いました。読むのが怖かったのです。でも、読む前としても、 目は勝手に文字の上を走っていました。そして、瞬く間にその文章をすっかり読んでしまったのです。そして藤尾君は真っ青な顔になってしまいました。それも無理ではありません。そこには、こんな恐ろしいことが書いてあったのです。藤尾君、どんなことが起こっても、君は朝まで決してベッドを離れてはいけない。 声を立ててはいけない。ただ目をつむって寝ていればいいのだ。もし騒いだりすると、君はどんな目に遭うかもしれないよ。それが怖かったら、ただじーっとしているのだ。じーっとしてさえいれば、君は安全なのだ。いいかね命が惜しかったら、そのままじーっとしているのだよ。 読み終わっても、あまりの怖さに、しばらくはものを考える力もなく、ただぼんやりしていましたが、やがて心が静まるにつれて、何とも言えぬ、気味の悪い疑いが起こってきました。一体、これはどういうわけなんだろう。なぜ、じっとしていなければならないのだろう。きっと、じっとしていられないほど妙なことが起こるに違いない。 はあ、どんな恐ろしいことが起こるのかしら。それにしてもこの手紙はどこから押してきたんだろう。天井にはそんな隙間なんかないのだし、窓は閉め切ってあるのだし。考えながらふと気がつきますと、どこからか部屋の中へ冷たい風がスーッと吹き込んでくるような感じがしました。おや、窓が開いていたのかしら。思わずその窓の方へ目を向けましたが、そして、 あの庭に面した窓の厚いカーテンを一目見たかと思うと、藤んの可愛らしい目が飛び出すばかりいっぱいに見開かれ、顔が今にも泣き出しそうに歪みました。おお、ご覧なさい。その窓のカーテンの合わせ目から、ピストルの筒口がじーっとこちらを狙って突き出されているではありませんか。長いカーテンの下からは、 日本の長靴が覗いているではありませんか。悪者です。悪者が窓から忍び込んでカーテンの後ろに隠れながら、騒げば撃つぞと藤尾君を脅かしているのです。手紙を投げ込んだのもこの悪者の仕業に違いありません。悪者は息を殺し、身動きもしないで黙り込んでいます。顔も見えなければ姿も見えません。ただピストルとカーテンの膨らみと下から見えている長靴で、それとわかるばかりです。でも、 顔形が見えないだけに、一層不気味な感じがします。相手がどんな奴と分かっていればまだいいのです。それが全く分からないものですから、なんだかお化けにでもあったような、言うに言われない、心の底から寒くなるような恐ろしさです。お話の本には、悪化に襲われたお嬢さんが、歯の根も合わぬほど震えていたと書いてありました。それを読んだ時には、 歯の根が合わぬってどんなことかしら、と不思議に思ったのですが、今こそその気持ちがはっきりわかりました。本当に上下の歯がしっかりと合わないのです。体中が小刻みにブルブル震え、歯がガチガチになっていくら止めようとしても止まらないのです。藤尾君は残念ながら、そうして震えながら、毛布の中に身を縮めて硬くなっているほかはありませんでした。 族の言いつけに背いて助けを呼んだり部屋から逃げ出したりすることは思いもよりません。そんなことをすれば、無論命がないのです。あのカーテンの間から出ているピストルが火を吹くのです。その部屋はお父様と一緒の寝室でしたから、すぐ向こう側にお父様の空っぽのベッドが見えているのです。そのベッドの枕元の壁には、 女生や女中を呼ぶベルのボタンがあるのです。ただ2メートルか3メートル走れば、それを押して人を呼ぶことができるのです。でも、藤尾君はそのベルのボタンのところまでさえ行けません。そこへ行くには、どうしても自分のベッドを降りて床の上を歩かなければならないからです。歩けば俗のピストルが吹服に決まっているからです。 不二雄くんがそうして生きた心地もなく、目を塞いでわなわな震えていますと、やがてどこからか、妙な物音が聞こえてきました。ごとごと、ごとごと。テーブルだとか椅子だとかを動かしている音です。壁を叩くような音も聞こえます。人の歩き回る気配もします。おやあれは客間じゃないかしら客間へ族が忍び込んで、あの大切な油絵や道具などを盗み出しているんじゃないかしら 寝室の壁一重隣が、あの広い立派な広間なのです。そこには前に記した通り、いろいろな美しい飾り物や道具などがたくさん置いてあるのです。このお家でこが目星をつけるものといっては、差し詰め、あの高価な絵や道具類の他にはありません。壁の向こう側の物音はだんだんひどくなってくるばかりでした。まるで大掃除か引っ越しのような騒ぎです。 書生や女中の部屋は遠いのですし、藤尾君はピースボールで脅しつけられているから大丈夫と思ったのでしょう。族たちは人の住んでいない空き家をでも荒らすように勝手放題に暴れ回っています。物音の様子では、族は一人ではありません。二人も三人もいるらしいのです。あんな大きな物音を立てているほどですから、絵や置物ばかりでなく、椅子もテーブルも絨毯も、 金目のものは一切合切、本当に引っ越しのように盗んでいくつもりに違いありません。門の外には、俗の大きなトラックが待っているのかもしれません。藤尾君はそれを思うと、お父様に申し訳ないようで気が気ではないのですが、残念ながらどうすることもできません。カーテンの間からは、あのピストルが執念深く狙いを定めていて、いつまで経っても立ち去ろうとはしないからです。 薄気味悪く黙り込んだ怪人物がカーテンの向こうからじーっと藤尾君を睨みつけているからです。ああ、それはどんなに長い長い一夜だったでしょう。藤尾君はまるで一月も経ったように感じました。あまりのことに怖さを通り越して心がしびれたようになってぼーっとなってしまって、今にも気を失うのではないかと危ぶまれたほどでした。 ピストルを構えた怪人物は一晩中カーテンの陰から動かなかったのです。ですから、かわいそうな藤尾君は朝までまんじりともせず、カーテンとにやめっこしていなければならなかったのです。しかし、その長い長い一夜が過ぎてやっと夜が明け始めました。部屋の中がなんとなくぼーっと薄白くなって、表の道路を牛乳屋さんの車が走る音、納豆売りの呼び声などが聞こえてきました。 ああ、嬉しい。とうとう朝になった。でも、賊は客間のものを根こそぎ持っていったに違いないが、ああ、本当に僕が子供でどうにもできなかったのが残念だ。藤尾君は、残念は残念でしたけれど、それでもほっとした気持ちで、例のカーテンの方を見ますと、ああ、なんという執念深いずうずうしい奴でしょう。あいつはまだじっと立っているのです。 ピストルを構えて、カーテンの下から長靴の足を見せて、黙りこくって立っているのです。それを見ますと、藤条君はゾーッとして、また首を毛布の中へ縮めてしまいました。一体、この怪人物は何をしようとしているのでしょう。隣の客間をガタガタ言わせていた同類たちはとっくに立ち去ってしまったのに、こいつだけが何のためにいつまでも居残っているのでしょう。 外はだんだん明るくなってきたらしく、カーテンの上の隙間からほのじろい光が差し込んできました。でもカーテンの折り物が熱いのと、窓の外に木が茂っていますので、俗の影が透いて見えるほどではありません。カーテンのひだの膨らみでそれとわかるばかりです。枕元の置き時計がもう六時十分前を示しています。やがて所生の北村が藤尾君を起こしにやってくる頃です。おう 廊下にそれらしい足音が聞こえてきました。北村です。北村らしい活発な歩き方です。藤尾君はその足音を聞きつけて、安堵するよりも帰ってドキドキしました。もし北村が不意に入ってきたなら、カーテンの陰の奴はまさかじっとしてい,いやしない。逃げ出してくれればいいけれど、もしいきなり北村めがけてピストルを撃つようなことがあれば、それこそ大変だ。そう思うと気が気ではありません。しかし何も知らぬ書性は、 もう部屋の入り口まで来て、コツコツとドアを叩いておいて、いきなり寝室の中へ入ってきました。北村、行けない入ってきちゃいけない藤尾君は所星にもしものことがあってはいけないと、何もかも忘れて鋭く叫びました。え坊ちゃんなんです北村はびっくりしたように、戸口に立ち止まりましたが、目早い彼は、その瞬間、カーテンの後ろの人影を見つけてしまいました。あそこにいるのは誰だ 逃げるどころか北村は、いきなり族の方へ駆け寄ったではありませんか。藤尾君が北村を気遣うように北村の方でも坊ちゃんの一大事とばかり、我を忘れてしまったのです。北村、行けない藤尾君は思わずベッドを飛び降りて、書生の後ろからその手を取って引き止めようとしました。でも北村はもう夢中です。ピストルの筒先も目に止まらぬかのように、カーテンの方へ詰め寄って行きました。北村は勇敢な青年でした。 それに、柔道初段の免状を持っているほどで、腕に覚えがあるのです。やい返事をしないかさては貴様、泥棒だなうー、逃がすものか北村は、まるで土裁のような勇ましい格好で真っ赤な顔をして怒鳴りながら、パッとカーテンに組みついていきました。あ、危ない賊がピストルを 藤尾君は今にもパンというピストルの音が聞こえ、北村が血を流して倒れやしないかと息もできないほどでした。ところが、ピストルの音ではなくて、バリバリという恐ろしい音がしたかと思うと、おやこれはどうしたというのでしょう。所性はカーテンに飛びついた勢いで、その向こうの窓ガラスを破ってしまったのです。そして、その場に転がってしまいました。 しばらくは何が何だかわけがわからず北村も藤尾君もキョロキョロその辺を見回すばかりでしたが、やがて気がつきますと、今の騒ぎでめくれたカーテンの端に一丁のピストルが紐でくくってブランブランと揺れながら下がっていました。カーテンの下には二つの長靴が横倒しになって転がっていました。藤尾君はそれを見て、思わず顔を真っ赤にしてしまいました。 紐でぶら下げたピストルと長靴に怯えて一晩中息も絶えらいの思いをしたのかと考えると恥ずかしくて仕方がなかったのです。なんだ人かと思ったら長靴ばっかりか。まんまといっぱい食わされてしまった。これ、坊ちゃんのいたずらですか北村は指を怪我したらしくそれをちゅうちゅう口で吸いながら顔をしかめて藤尾くんを睨みつけました。そうじゃないよ。やっぱり泥棒なんだよ。 藤尾君はまだ赤い顔をしたまま気の毒そうに書生を眺めてゆべからの出来事を手短に話して聞かせました「ええ、な何ですってじゃあ客間の家具をそうだよあんなひどい音を立てていたんだからきっと何もかも持っていったに決まっているよじゃあ行って調べてみましょう坊ちゃんもいらっしゃい」大学制服の北村とパジャマ姿の藤尾少年とは まだ薄暗い廊下を回って客間へ急ぎました。客間の入り口には左右に開く彫刻のある大きなドアが閉まっているのですが、二人はそれを開くのが怖いような気がしてしばらくは顔を見合わせて突っ立っていました。やがて北村は思い切ったように静かにドアを開いてその隙間からそーっと室内を覗き込みました。ところが、どうしたのかちょっと覗いたかと思うと、 北村はびっくりしたような顔で藤尾くんを見返りました。おや坊っちゃん変ですよあなた夢を見たんじゃないのえなんだって夢なもんかあんなにはっきり聞いたんだもの。でもどうかしたの変な顔して。変ですとも。見てごらんなさい。客間のものは何にもなくなってやしないじゃありませんか。おやそうかいそこで二人は急いで客間に入り、 窓のカーテンを開いてあたりを見回しました。実に不思議です。壁の油絵も、暖炉の飾り棚の上の銀の花瓶も、銀製の置き時計も、何もかもすっかり揃っているのです。椅子やテーブルもいつもの通りに並んでいますし、絨毯をめくった跡もなければ、第一、窓を開いたらしい形跡さえないのです。藤尾くんは、あっけに取られてしまいました。 あんな引っ越しのような騒ぎだったのに、客間の中のものが何一つ動かされたらしい様子もないとは、まるで狐にでも馬鹿されたような気持ちです。もしかすると客間でなくて他の部屋だったかもしれないというので、二人は部屋部屋を一つ一つ回り歩いてみましたが、どこにも異常はないのです。二人は、また元の客間に戻って肘掛け椅子にぐったりともたれ込んで、 何が何だかわからないというように、呆れ返った顔を見合わせるばかりでした。だって君、夢のはずはないよ。これごらん。こんな手紙は僕のベッドの上へ舞い込んできたんだもの。これが夢でない証拠だよ。確かに悪者が大勢へ忍び込んだのだよ。藤尾君は、後日の証拠にと大切にパジャマのポケットに入れていた、夕べの脅迫状を取り出して、北村に示すのでした。 そうですよ。だから僕も不思議でしょうがないのですよ。ぼっちゃん。これはなんだか変な事件ですね。探偵小説にでもありそうな、得体の知れない怪事件ですね。僕、さっきから考えているんだけど、これは名探偵の明智小五郎さんにでも頼まなくちゃ、解決できないような事件だね。藤尾君は、ちゃんと名探偵の名を知っていて、さも、 司祭らしくパジャマの腕を組みながらつぶやくのでした。さて読者諸君。この何とも説明のできない階段のような出来事は一体何を意味するのでしょうか。大勢の泥棒が入ったことは明らかなのです。しかも家の中の品物は何一つなくなっていないのです。まさか、そんなバカバカしいことがあろうとは考えられません。 では、藤尾君や北村は何か大切なものが奪い去られたのを見落としているのでしょうか。もしかしたらそれは、客間の額や装飾品などとは比べ物にならない、びっくりするほど重大な品物ではないのでしょうか。そうしているところへ、折よく表に自動車の音がして、藤尾君のお父様が帰ってこられました。朝早く東京駅に着く汽車で、旅からお帰りになったのです。 藤尾君と北村とは、玄関へ飛び出していってお父様を迎えましたが、藤尾君は、お帰りなさいという挨拶もろくろくしないで、息を切らしながら、夕べの妙な出来事をお父様にお知らせしました。お父様の宮瀬孝蔵氏は、今年40歳、でっぷり太った赤ら顔に格好のいい口ひげを生やした、いかにも働き盛りの実業家といった感じの方でした。 ある大きな貿易会社の支配人を務めておいでになるのです。宮瀬氏は藤尾君の話を聞くと、なぜかひどくびっくりされた様子で、すぐさま客間に入って、そこに置いてある品物を念入りにお調べになりましたが、やっぱり何一つ紛失していないことがわかりました。ね、お父様、一体どうしたって言うんでしょう僕、不思議でしょうがないんです。うん。わしにも訳がわからないよ。 だがね、ひょっとすると、宮瀬氏は、藤尾君が滅多に見たことのないような心配そうな顔をして、何かしきりと考えておいでになるのです。え、ひょっとするとってわしの家にとっては、何よりも大切なものを盗まれたかもしれないのだよ。大切なものって何ですある書類なのだ。じゃあ、 その書類を調べてみたらいいじゃありませんかなくなっているかどうか。ところがね、お父様もその書類がどこにしまってあったかを知らないのだよ。えお父様知らないですってお忘れになったのですか藤尾君はなんだか変だというような顔をしてじっとお父様の顔を見つめました。いや、忘れたんじゃないはじめから知らないのだよ。 しかし、この家のどこかにその書類が隠してあることは分かっていたのだ。この家を建てたおじさんが、その隠し場所をわしに言わないで亡くなってしまわれたのでね。あんな風に急な病気で遺言をする暇がなかったものだからね。じゃあ、そんな大切なものがこの客間のどこかに隠してあったんですね。それを泥棒が探り出して盗んでいったのでしょうか。どうもそうとしか考えられない。 そんな大騒ぎをして何も盗んでいかなかったはずはないからね。それ以上はいくら尋ねても、お父様は何もおっしゃいませんでした。何か秘密があるのです。子供の藤尾君などにはうっかり話せないほどの大きな秘密があるのに違いありません。宮瀬氏は、さも心配そうな様子でしきりと考え事をしながら、客間の中をあちこちと歩き回っておられましたが、 やがて、何か妙案が浮かんだらしく、大きな両手をパチンと叩いて、そこにいた書生に話しかけられました。おい、北村君、君は、明智小五郎っていう名探偵を知っているだろうね。ええ。名前は聞いています。さっき坊ちゃんとその明智探偵のことを話していたのです。北村は、明智と聞いて何か嬉しそうに答えました。うーん、藤尾も知っていたのか。藤尾、お前はどう考えるね お父様はこのわけのわからない事件をあの、明智探偵に頼んだらと思うのだが。ええ、僕もそう思っていたのです。明智さんならきっと謎を解いてくださると思います。藤尾君も嬉しそうに目を輝かせてお父様を見上げました。うん、ひどく信用したもんだね。小学生のお前にまでそんなに信用されているとすると、よほど偉い男に違いない。よし、頼むことにしよう。おい、北村君。 明智探偵事務所の電話番号を調べるんだ。そして明智さんに電話に出てもらい。要件はわしが直接お話しするからね。そして電話がかけられ、明智功労は宮瀬氏の丁重な依頼を承諾して、すぐ藤尾君のお家へやってくることになったのでした。一時間ほど後、明智探偵の西洋人のように背の高い洋服姿が客間に現れました。 よく光る目、高い鼻、引き締まった賢そうな顔が今藤尾君たちの前に現れたのです。頭はもじゃもじゃに乱られています。ちょうど絵にある古代ギリシャの勇士のような頭なのです。宮瀬氏は明智探偵を椅子に生じて、丁寧に挨拶をした上、昨夜の出来事を詳しく物語りました。よくわかりました。 それだけの手数をかけて何も盗まないで帰ったとは考えられません。私もこの部屋の中に必ず亡くなったものがあると思います。では早速この部屋を調べてみたいと思いますから、しばらくの間私を一人きりにしておいてくださいませんでしょうか。明智はニコニコ笑いながら歯切れの良い口調で言いました。そこで宮瀬氏は藤尾君や書生の北村を連れて別の部屋に退きましたが、 30分も経った頃、客間の呼び鈴が鳴って、調べが済んだという知らせがありました。宮瀬氏と藤尾君とが急いで客間へ入っていきますと、明智は手に小さな紙切れを持って、部屋の真ん中に突っ立っていました。これをご存知ですか向こうの長い椅子の下にこんな紙切れが落ちていたのです。私は部屋の隅から隅まで1センチも残さず調べたのですが、俗はよほど賢いやつと見えて、 何の手がかりも発見することができませんでした。ただ、こんな小さな妙な紙切れのほかには、宮瀬氏はそれを受け取って調べてみましたが、一向見覚えのないものでした。それは長さ5センチ、幅1センチほどの小さな紙切れで、それに左のような妙な数字が書いてあるのです。5、たす3、点、13、引く、2、 藤二様、お前じゃないかこんなものを落としておいたのは。い,いえ、僕じゃありません。僕の字とまるで違います。書生も知らぬと言いますし、女中たちを読んで尋ねても、誰も覚えがないという答えでした。皆さんが誰もご存じないとすると、これは夕べの俗がうっかり落としていったものと考えるほかはありませんね。うーん、そうかもしれません。しかし、 そんな髪切れなんか別に、賊の手がかりになりそうもないじゃありませんか。宮瀬氏がつまらなそうに言いますと、明智は長い指で、もじゃもじゃの髪の毛をいじくりながら、意味ありげににっこり笑いました。いや、私はそうは思いません。もし賊が落としていったものとすると、ここに書いてある数字に何か意味があるのかもしれません。数字といっても、 小学生の一年生にでもわかるようなつまらない足し算と引き算じゃありませんか。そんな数字にどんな意味があるとおっしゃるのですまあ、待ってください。えー、っと、523足す8ですね。13から2引く11ですね。8と11と、あ、そうかもしれない。何を思いついたのか、明智はそう言いながら、つかつかと部屋の一方の壁に近づきました。その壁には、 中式な石炭を焚く大きな暖炉が切ってあって、暖炉の上の大理石の棚に金の彫刻のある立派な置き時計が置いてあります。明智はその暖炉の前に歩み寄って、両手で置き時計を持ち上げ、その裏側や底を熱心に調べていましたが、別に何の発見もなかったと見えて、がっかりしたようにそれを元の場所に置きました。そうじゃない。もっと他のものだ。八と十一… 八と十一。明智は、吉いのように、わけのわからぬことをつぶやきながら、また部屋の真ん中に戻って、詳しくあたりを見回しています。藤尾君はお父様の後ろに立って、明智の様子を熱心に見守っていました。あの有名な探偵が知恵を絞っている有様を、間のあたり見ているのかと思うと、なんだか、ぞくするほど嬉しくなってくるのです。 しばらく部屋の中をぐるぐる見回していた明智の目が、また暖炉の棚に戻って、そのまま動かなくなってしまいました。うん。あれだ。あれに違いない。明智はもうそばに人のいるのも忘れたように、夢中になってつぶやくと、暖炉の前に駆け寄り、そこにしゃがんで妙なことを始めました。例の大理石の棚は、額縁のように暖炉を囲んだ木製の立派な枠の上に乗っているのですが、 その枠の大理石の板を受けている部分に、横に長く丸い浮き彫りの彫刻が、いくつもいくつもずっと並んでいるのです。藤尾君はいつか数えたことがあって、その丸い彫刻が13あることを知っていました。ちょうど小さな茶碗を13並べて伏せたような形で、横にずっと並んでいるのです。 アケチは、その丸い浮き彫りを右から数えたり、左から数えたり、一つ一つ、ネジでも回すようにいじくり回したり、まるで子供のいたずらのような真似を始めたのです。でも、なかなか思うようにならぬと見えて、しばらく手を休めて小首を傾け、額に手を当てて考えてみたり、例の紙切れを見つめて口の中で何かブツブツつぶやいたりしていましたが、突然、あ、そうだ 一人ごと言ったかと思うと、また丸い彫刻を熱心にいじり始めました。そして、とうとう何か秘密の仕掛けを見つけたらしく、やっと立ち上がってこちらを向き、ニコニコ笑いながら言うのでした。わかりました。ここに仕掛けがあったのです。今どこかしら、この部屋の中に妙なことが起こりますから注意していてください。そして、もう一度暖炉の前にしゃがんで、 左から五番目の丸い彫刻をぐいぐいと右にねぎ回し、次に十三番目の左に回したかと思いますと、どこか別の方角でカタンと妙な音がしました。あ獅子が口を開いたお父様ご覧なさいあの柱の獅子が口を開きましたよ <laughs> いち早くそれを発見して、尊うな声で叫んだのは藤尾くんでした。 その声に一蔵が藤尾くんの指さすところを眺めますと、いかにも獅子が口を開いているのです。暖炉と同じ側の壁に幅30センチほど柱のように出っ張った部分があって、その上の方に聖堂の獅子の頭が作り付けてあるのです。部屋の飾りなのです。その聖堂の獅子が今まで固く閉じていた口を突然大きく開いたのです。あ、それじゃ あの獅子の顎に仕掛けがあったのか。宮瀬氏は呆れたように呟きました。そうです。この暖炉の丸い彫刻を、この紙切れの数字の通りに回しますと、壁の後ろに仕掛けがあって、獅子が口を開くようになっていたのです。無論、あの獅子の口の奥が秘密の隠し場所になっていて、族はそこから何か大切なものを盗んでいったのに違いありません。 こうしてあれを開く暗号の紙切りをちゃんと用意していたくらいですからね。明智は説明しながら、つかつかとその獅子の前に近づき、背伸びをして開いた口の中へ右手を差し入れました。空っぽです。何もありません。はあ、それじゃやっぱり族は、その中のものを盗んでいったのですね。宮瀬氏は、青ざめた顔でがっかりしたように、 ため息をつくのでした。ややあって、宮瀬氏は何を思ったのか、秋智探偵に内密の話があるからと言って、藤尾君と北村と立ち去らせ、ぴったりドアを閉めて、探偵とただ二人テーブルを挟んで差し向かいとなりました。最前もちょっとお話ししたように、私はその隠し場所を少しも知らなかったのです。しかし、 どこかしらこの家の中にある大切な書き物が隠してあることはよく知っておりました。亡くなった私の兄が隠しておいたのです。私はそれを手を尽くして探しました。兄がこの家を私に譲って亡くなってから一年ほどになるのですが、その間、私は毎日のようにこの家の隅から隅まで探し回ったんです。しかし、 秘密の隠し場所はどうしても見つかりませんでした。それをあなたは、たった一時間の間に見つけてしまわれた。一体どうしてこの秘密がわかったのですか宮瀬氏は、ほとほと感じったように明智の顔を見つめるのでした。いや、何も私の手柄ではありませんよ。この紙切れです。この紙切れが教えてくれたんです。明智はやっぱりにこやかに笑いながら、 少しも高ぶらないで答えました。いやそれはわかっています。無論その紙切れが手がかりになったことはわかっていますが、どうして暖炉の彫刻にお気づきになったのか、まるでツリーナのようで、私などにはさっぱりわけがわかりません。いや、何でもないことなんですよ。明智は無造作に説明しました。僕もはじめは大変な思い違いをしていたのです。五二三たす八。 十三から二引く十一というふうに足し算と引き算をするのだとばかり思っていたのです。それで、この部屋の中に八とか十一とかいう数のものが何かないかと、その辺を見回していますと、あの置き時計が目につきました。時計の文字盤には一から十二までの数字が刻んであるのですからね。私はふとあの時計の針を時のところへ回したり、 11時のところへ回したりすれば、秘密の隠し場所が開くような仕掛けになっているのではないかと考えました。しかし、あの時計をよく調べてみますと、どうもそんな仕掛けがあるらしくも思いません。そこで私は、また部屋の真ん中に立って、心を沈めて四方を見回したのです。すると、今度はあの棚の下の彫刻が目に入りました。そこで、 あの丸い峡谷の左から8番目と11番目を動かしてみたり、右から8番目と11番目を動かしてみたりしましたが、これも失敗でした。少しも動かないのです。私は途方に暮れて、紙切れをもう一度眺めました。そして、数字を見ているうちに、ふと別の考えが浮かんできたのです。この、足すや引くの印は、足したり引いたりするのではなく、もっと他のことを教えているのではないかしら。 試しに足したり引いたりしないで元の数でやってみようと考えたのです。元の数というのはつまり5と13ですね。そこで、まず左から数えて5番目の丸い彫刻を動かしてみました。すると、なんだか少し動くような気がするのです。試しに右へねじってみますと、ぐるぐる回るじゃありませんかひょっとしたら5、5に足す3は3回回せという意味かもしれない。そう考えて右へ3回回しますと、 何か、かすかな手応えがあって、そこでぴたりと止まって動かなくなりました。今度は左から数えて13番目の彫刻です。動かしてみますと、やっぱり回るのです。右へではなくて、左へ回るのです。そこで私はすっかり紙系の数字の訳がわかりました。タスの方は右へ回せという印で、引くの方はその反対の左へ回せという印なんです。 1 3く2ですから、13番目の彫刻を左へ2回回せばいいのです。その通りにしますと、案の定、あの獅子の口が開いたというわけですよ。はあ、そうでしたか。その紙切れの数字は、金庫を開く暗号と同じものだったのですね。それにしても、あの暖炉の飾りの彫刻にお気づきになるとは、やっぱり専門家は違ったものです。 我々には思いも及ばぬことですよ。宮瀬氏は感じって探偵の知恵を褒めたたえたのでした。しかし私はまだ、あの獅子の口の中に何が入っていたかということを知らないのですが、それほどにして毒が盗んでいったところを見ますと、よほど大切なものだったのでしょうね。そうです。莫大な金額のものです。今の値打ちにすれば、 おそらく、一億円を下るまいと思います。宮瀬氏は、人に聞かれるのを恐れるように、さも一大事らしくささやき声になって言いました。え一億円それは大変な金額ですね。一体、どういう書類なのですさすがの明智探偵も、金額があまりに大きいのにびっくりした面持ちでした。恩号文書なのです。 一億円の金塊の隠し場所を記した番号なのです。突然こんなことを言ったのではお分かりにならないでしょうが、これには深い訳があるのです。あなたにはその暗号文章を俗の手から取り戻していただかねばなりませんから、誰にも打ち明けたことのない秘密をお話しするのですが、それはこういう訳なのです。私の祖父にあたる 三世十右衛門というのは、明治維新前まで、江戸でも五本の指に数えられる大富豪だったのです。その十右衛門という人が、まあ、臆病者とでも言うのでしょうね。維新の騒ぎで江戸に大戦争が起こるという噂を聞きますと、そうなれば自分のような商人などはどんな目に遭うか知れないというので、 蓄えていた百万両以上の金銀の他に、家、蔵まで売り払ってしまって、それをすっかり大番小番に変え、何百という千両箱に詰めて、どこか遠い山の中へ埋め隠してしまったのです。さっき金塊と申しましたが、実は大番小番の塊なのです。いや、大番小番の山なのです。それを私の兄は、大金塊。大金塊と、 申していたのです。それから、十衛門は、一家の者を引き連れて、山梨県の片田舎に引っ込み、そこで亡くなったのですが、亡くなるときに、その子供というのは、つまり私には父なのですが、その私の父に、宮瀬家の宝物の隠し場所を記した暗号文書を残していったのです。十衛門も、私の兄と同じように急病で亡くなったので、 詳しいことを言い伝える暇がなかったのだと思います。ですから、私の父は暗号文章を持っていても、それを解くことができなかったのです。何でもひどく難しい暗号で、衣装はいかがっても、どうしてもそこに書いてある意味を知ることができなかったのです。ただ、暗号文章を命から2番目に大切にして、じっと持っているばかりでした。 父が亡くなりますと、その暗号は兄に伝わりました。兄と私とは東京に出ていろいろ苦労をしまして、二人ともまあ、人並みの暮らしをするようになったのですが、その兄というのがまた変わり者でした。少し財産ができますと、こんな妙な洋館を建てて、世間付き合いを一切やめて、こといじりを始めたものです。変わり者の兄は大切な暗号文書を盗まれては大変だというので、 知恵を絞って妙なことを考えつきました。それは暗号の紙を二つに割いて、兄と私とはその半分ずつを明々にどこか秘密の隠し場所へ隠しておくという奇抜な考えなんです。それと申すのも、宮瀬家の大金塊という噂が一度なく世間に知れて暗号文章を効果に譲ってくれというものがあったり、ある時には、 兄の家に泥棒まで入ったもんですから、なんとなく危険を感じ出しちゃうんですね。兄はその暗号の半分を非常な苦心をして、兄が建てたこの家の中の誰にもわからぬ場所へ隠したと申しておりました。そして、わしが生きている間はお前にもその隠し場所を言わない、死ぬ時に遺言としてお前に打ち明けるというのです。ところが、一年ほど前、その兄が急病で亡くなりましたが、 私が駆けつけた時には、もう息を引き取っていて、遺言をする暇もなく、とうとうその隠し場所を聞かずにしまったのです。それから何度もこの建物の中だということを聞いていたものですから、私はすぐさま兄のこの家へ引っ越しをして、一年の間というもの、隅から隅まで探し回ったのですが、どうしてもその暗号の半分を発見することができませんでした。 まさか、獅子の口の中とは気がつかないものですからね。すると、俗は暗号を盗んでも何の役にも立たないわけですね。明智はそれに気づいて言葉を挟みました。宮瀬氏は、にわかにさもおかしそうに笑い出すのでした。<laughs> そうですよ。せっかく盗んでいっても何にもならないのですよ。その半分の暗号というのはね、ほら。 こうして、絶えず私が身につけているのですよ。宮瀬氏はそう言いながら、右手の薬指にはめていた大きな指輪を抜き取って、明智の前へ差し出しました。暗号の半分は、この指輪の中に仕込んであるのです。私が考えたわけじゃありません。それも兄の知恵なのです。この指輪の石は、猫目石という宝石ですが、その石が、 外れるようになっているのです。その猫目石をよりを戻すようにぐるぐる回しますと、石は台座を離れて、その下にもう一つ直径3ミリほどの水晶のような透明な小さな石がはめ込んであるのが現れてきました。これですよ。この消室みたいなガラス玉に仕掛けがあるのですよ。 指輪を目の前に持って行って窓の方を向いてそのガラス玉を覗いてごらんなさい。そこに暗号の半分が入っているのです。よく考えたものじゃありませんか。兄は暗号の半分をそのまま私に渡さないで消し粒ほどの写真にしたのですよ。そしてその写真を二枚の小さなレンズの間に挟んだのがそのガラス玉です。豆写真はとても肉眼では見えないのですけれど、 ガラス玉がレンズになって大きく見えるのですよ。外国製のハサミの絵などによくそういうガラス玉をはめ込んだのがありますね。それを覗いてみると女優の写真なんかが見えるのです。これはあのやり方を真似たのですよ。兄はこれさえあればいいのだと言って元の暗号の半分の紙は焼き捨ててしまいましたがね。明智は 言われるままにその指輪のガラス玉のところを目に当てて窓の光にかざしてみました。するとこれはどうでしょう。まるで顕微鏡でも覗くようにそのわずか三ミリのガラス玉の中にはっきりと左のような文字が読めたではありませんか。獅子が烏シをかぶるとき、カラスの頭のかなばかりですね。 なんだか意味がよくわかりませんが、私は何度も見ているので文句は読みますよ。獅子が烏星をかぶる時でしょそれから、カラスの頭のでしょまあ、そうでも読むより他に読み方がないのです。しかし、無論、何のことだかわけがわかりません。それに、これは暗号の半分なのですから、全部合わせてみないことにはどうにも解きようがないのです。 うーん、なるほど。獅子が烏星を被るときですか。妙な文句ですね。明智は日頃から暗号には非常に興味を持っているものですから、夢中になって消し粒のようなガラス玉を覗き続けるのでした。獅子が烏星を被るとは一体何を意味するのでしょう。烏星を被った獅子なんて絵に描かれたのも見たことはないではありませんか。その上、後の文句がカラスの頭のです。 なんという不気味な暗号でしょう。どこかしら深い山の奥に埋められた一億円の金貨のそばには、エボシをかぶった獅子やお化けカラスがじーっと見張り番を務めているとでも言うのでしょうか。宮瀬氏と明智探偵とが、その不思議な暗号文のことについて話し合っているところへ、慌ただしく書生が入ってきて、主人に電話がかかってきたことを知らせました。どれこれだね 行動氏は書生の方を振り返ってめんどくさそうに尋ねました。名前は言わないでもわかっているとおっしゃるのです。ご用を伺っても非常に重大な要件だからご主人でなければ話せないとおっしゃるのです。<laughs> 変だね。ともかくこの卓上電話へ繋いでごらん。わしが聞いてみるから。そして行動氏はその応接室の片隅にある小さい机の前へ行ってそこに置いてある受話器を取りました。 もしもし。私、宮瀬ですが、あなたは何気なく話しかけますと、電話の向こうからはなんだかひどく薄気味の悪いしわがれ声が響いてきました。本当に、宮瀬さんでしょうね。間違い、ありますまいね。宮瀬ですよ。早く要件をおっしゃってください。一体あなたは誰です構造師は感触を起こして、少し強い声で尋ねました。 ああ、そうですか。では、申しますがね。私は、ゆうべの、あなたのお留守中に、お宅へお邪魔したものです。<laughs> こういえば、別に名を名乗らなくても、よく、おわかりでしょうな。電話の声は、恐ろしいことを言って、気味悪く笑いました。ああ、なんということでしょう。 泥棒から電話がかかってきたのです。昨夜暗号の半分を盗み出していった悪者が大胆不敵にも電話をかけてきたのです。宮瀬氏はあまりのことに何と答えていいのか考えも浮かばず、ちょっとためらっていますと、先方は慌てたようにまた喋り出しました。もしもし、電話を切ってはいけませんよ。大切な相談があるのだから。 あなたはびっくりしているようですね。<laughs> ごもっともです。泥棒が電話をかけるなんてあまり世間に試しのないことですからね。しかしまあ聞いてください。今日はあなたと商売所の取引をしようというのです。決して乱暴な話ではないのです。聞いてくれますか 名探偵、明智小五郎は、宮瀬氏の顔色が変わったのを見て、すぐ卓上電話のそばへ近づいていきました。そして宮瀬氏の持っている受話器に耳を寄せて、そこからかすかに漏れてくる先方の話し声を聞き取ってしまったのです。宮瀬氏は、明智の顔を見てどうしたものでしょうと目で尋ねました。探偵は、構わないから先方の言うことを聞いてごらんなさいという意味で目を答えました。 ともかくその要件を言ってみたまえ。宮瀬氏が仕方なく返事をしますと、君の悪いしわがれ声は早速要件に取りかかりました。もうお気づきでしょうか。私はゆうべあなたの家に伝わっている暗号文を頂戴するために参上したのです。そして。 暗号文の半分だけは守備役手に入れましたが、どうも半分では仕方がありません。あとの半分はあなたがどこかへ隠しているに違いないと思いますが、私はそのあなたの持っている半分の暗号を買いたいのです。どうです 売る気はありませんか私は金持ちですよ。百万円で買いましょう。あの小さな紙切れが百万円ならいい値段じゃありませんか暗号分の半分は私が手に入れたのです。だからあなたの手元に残っている半分は紙くずも同様になってしまったのです。 半分では暗号がとけっこありませんからね。どうですその紙くず同様のものを100万円で買おうというのです。売りませんかなんという虫の言い草でしょう。半分は盗んでおいて、あとの半分が紙くず同然になったからといって、1億円の値打ちのものをたった100万円で譲り受けようというのです。 宮瀬氏は、明智探偵と目で話し合って、売ることはできないと答えました。ふーんー、じゃあ、もう100万円奮発しましょう。200万円出します。それで譲ってください。200万円では安いというのですか 1>, 1億円の金塊の隠し場所を記した暗号だから200万円ぐらいでは譲れないというのですか。しかしね、よく考えてごらんなさい。あの暗号はあなたのおじいさんが書いたものですよ。それから今日まで何十年という月日がたっています。そんな長い間。 あなたはあの暗号文を解くことができなかったじゃありませんか。たとえ暗号の紙が全部揃っていても、あなた方の知恵では急に解けるはずはありません。解けない暗号なんか大事そうに持っていたって、何にもならないじゃありませんか。まして、 今ではそれが本部になってしまったのですから、あなたにとっては全く何の値打ちもないのです。その紙くず同然のもの、私は200万円で買おうというのです。お売りなさい。お売りになった方が、 あなたのためですよ。賊があまりバカバカしい相談を持ちかけてきますので、宮瀬氏は少しおかしくなってきました。こちらも相手をからかってやりたいような気持ちになってきました。はははは。ダメダメ。そんな値段で売れるものか。それよりも君の盗んでいった半分を買い戻したいぐらいだ。どうだね。君の方こそ暗号文の半分を、わしに売る気はないかねへへへ。<laughs> おいでなすったな。<laughs> よろしい。売ってあげましょう。その代わり、私の方のは少し高いですよ。一千万円です。一千万円がビタ一文かけてもダメです。どうです買う気がありますか <laughs> 買えますまい。 第一あなたの家には一千万円なんてお金はありゃしない。それよりも悪いことは言うね。私にお売りなさい。二百万円で嫌なら三百万円出しましょう。え戻りやすいというのですか。じゃあ、もう一分発しましょう。五百万円。 五百万円で売りますか売りませんか賊はまるで冗談のようにだんだん値段を競り上げてきました。<laughs> つまらない話は吉田前ま五百万円であろうと、八百万円であろうと、わしが泥棒なんかと取引をするような人間だと思ってるのかそれよりも、君は捕まらない用心をするがいい。わしも大切な暗号を盗まれて、黙っているつもりはないからね。宮瀬氏はきっぱりと賊の申し出を跳ねつけました。 <laughs> それがあなたの最後の返事ですか。せっかく親切に言ってやってるのに。それじゃああなたは元も子もなくなってしまいますよ。占いといえば買わぬまでです。その代わり、今度は少し手偉いことを始めるかもしれませんよ。 あなたこそ用心するがいいのだ。私はどんなことをしても、あなたの持っている暗号の半分を手に入れてみせますからね。取れるものなら取ってみるがいい。わしの方には、君たち盗賊が鬼のように恐れている名探偵がついているのだからね。<laughs> 名探偵ですって明智小五郎ですか相手にとって不足はありませんよ。一つ、明智探偵と知恵比べをやりますかねじゃあ、せいぜいご用心なさいよ。今にどんなことが起こるか。その時になって泣き面をしないようにね。 念のために言っておきますがね。電話を切った後で、交換局へ僕の住所を尋ねても無駄ですよ。僕は公衆電話で話しているのですからね。そしてぷっつり電話は切れてしまいました。さあ、いよいよ戦いです。 泥棒はまだ何者ともわかりませんが、盗みを働いた家へずうずうしく電話をかけてくるほどの奴ですから、よほど肝の据わった悪巻に違いありません。俗は宮瀬氏に、今にどんなことが起こるかその時になって泣きっ面をしないようにと、さも自信ありげに言いましたが、一体どんな恐ろしい手立てを考えているんでしょう。俗は暗号の半分が宮瀬氏の指輪の中に隠してあることは、まだ少しも気づいていないはずです。 では、どうしてそのありかを見つけ出すつもりなのでしょう。賊の方には何か暗号そのものを見つけ出すよりも、もっと別の上手い手立てがあるのではないでしょうか。賊が守備よく目的を果たすか、名探偵明智小五郎が勝利を得るか、いよいよ死に物狂いの知恵比べが始まろうとするのです。続く。